こんにちは、カメラマンぐっちです。今日はスタジオで物撮りをするんで、セッティングと物撮りのライティングっていうのをちょっと撮影しておこうかなと思います。壁が角っこになっちゃうんで、丸くするために背景紙を敷きました。チャンネル。こんな感じ。これ多分5、6カットぐらいで、物撮りだったら大体3分から5分ぐらいですね。物撮りはセッティングに結構時間がかかるので、セッティングさえ綺麗にできちゃえば写真撮ること自体は動かないんで簡単です。テグスをこう通すとこんな感じです。先ほど撮影した写真をライトルームに入れてレタッチをしていきます。取り込んだ写真がこちらになります。今回の撮影ではクライアントからの要望でローではなく JPEG で撮影で OK だったので JPEG で撮影しております。正方形で納品するのでトリミングします。切り抜きを選んで1対1ですね。撮影の段階で背景を白く飛ばしているので結構今回のレタッチは簡単ですね。まず最初にやっていくことなんですが、こちらのポイントカーブを開きます。で、3箇所に点をつけます。トーンカーブを S 字カーブを描くようにします。この時点でクリッピングを表示します。背景の白い部分が赤くならないときはこちらのターゲット調整という機能を使います。ターゲット調整を使って白く写っているところをクリックします。動かしていくと背景の白い部分が赤くなっていきます。今ついた点を少し左に動かしていきます。この状態でバックの真ん中にあるロゴの白い部分、こちらも白飛びしてしまっていると思うので確認していきます。またトーンカーブの白い点を右に戻していきます。生地の質感が出てきたところでポイントを止めます。多少まだ白飛びしているところがあるので少し戻します。中間の明るさが少し暗く感じるのでポイントカーブの真ん中の点を少し上に持ち上げます。極端にやってみるとこういう感じですね。トーンカーブの設定はこのぐらいにしておきます。
次はテグスを修正ブラシで消していきます。この部分ですね、修正ブラシを使ってコピースタンプをします。ぼかしは10ぐらいにしときますね。でサイズはこのテグスの大きさよりも大きいぐらいでやっておきます。で押しながら消していきます。これで一回エンターを押してみます。上のテグスの部分が消えましたね。次はこの取っ手の部分に若干テグスが残っているんでこれを消していきます。これでテグスが完全に消えました。これで1枚目のカットがレタッチが終わりました。グッチーチャンネル、次は2枚目のカットのレタッチに入ります。2枚目のカットのレタッチは1枚目のカットのレタッチの編集内容をコピーして貼り付ける方法でやります。1枚目の写真の上にカーソルを合わせてコマンド C でコピーします。2枚目の写真を選択します。コマンド V でペーストします。でこれでは正方形になっていないので正方形にします。寄りで撮影した時にホコリがついている場合はこの辺も軽く消しておきます。これは修復スタンプでぼかしを50ぐらいにしておきます。目立ったホコリはざっくりと消しておきました。次は3枚目のレタッチに移ります。先ほど編集内容をコピーしておいたので3枚目も同じくペーストします。確認してみます。同じくペースト、正方形にしていきます。レタッチした写真に採用フラグを立ててフィルターを使って採用済みの写真だけ表示している状態です。こちらの5枚の写真を書き出ししてみます。コマンド A で全選択します。右上の書き出しのこちらのボタンを押します。カスタム設定に入ります。ファイル形式は JPEG を選びます。 1500×1500 の写真を納品希望ということなのでこちらの長辺に1500というふうに書きます。1500ピクセルの写真になります。今回はデスクトップに新規ホルダーを作成してバックと打ち込みます。こちらのバックの中に書き出しをします。書き出しが終わったので確認してみたいと思います。こちらが今書き出した写真になります。グッチーチャンネル、今回は商品撮影の流れからライティング、レタッチまでをご紹介いたしました。ご意見ご感想などのコメントもお待ちしております。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をしていただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。